土球返しとも言える、祖父の武勇伝。当時子供だったので、聞きかじりです。20年以上前、当時健在だった祖父が、所有地の整理を始めて、いくつか土地を売った。まだ、バブルの恩恵が残ってた頃で、そこそこ高値で売れていく中、マンション開発に交渉された土地があった。そこは、理由は不明ながら、祖父は売りたくなかったらしいけど、相手側に、マンションかハイツを建設したい、最上階かの部屋を破格値で分譲するから、土地を売ってくれと言われ、一人暮らしの祖父を案じていた父たちが賃貸済みだったおじ夫婦に、そこに住んでもらえばどうかと勧め、祖父も合意した。で、マンションというには、微妙な高さのマンション完成。そしたら、立地条件よし、広さや値段も手頃だったため、完成前後に完売御礼になったらしい。無論、おじ夫婦が住む予定だった部屋も。話が違うと、祖父や父たちが、相手先の会社に訪問したら、証書もないですしねえとヘラヘラ。手違いで売買したのではなく、口約束だけで法的な書類がないのをいいことに、故意にやったんだろうと分かった。新築の広い部屋に移れると思っていたおじ夫婦処分。父や他の兄弟も、高い勉強代だったと思うしかないな、と慰めた。しかし、明治生まれで、二度の戦争経験者である祖父は引き下がらなかった。何度も相手先に赴き、近くに息子夫婦が来てくれると思ったからこそ売ったんだ、今からでもどうにかならないか、と訴える。もう、あなたとも、先方とも、正式な売買契約が成立してますのでね。あまりしつこいようだと、警察に、とやられたそうな。そうこうするうちに、購入者たちの入居がほぼ完了してしまった。祖父は、そのマンションの敷地三方を囲む形で、まだ土地を所有していた。残る一方は山。マジ山。人の上り下りもきつそうな山。所有する土地に、私有地につき立ち入り禁止と囲いをつけた。業者に頼まず、一人で毎日日曜大工したらしい。結果、マンションの住人さんは、徒歩、自転車、原付きの出入りはできるが、車は無理、な幅1メートルあるかないかの通用路しか使えなくなった。それまでは、私有地を通過するのを、祖父曰く、好意で許していただけ。宅配便や郵便屋さんも、トラックがマンション前まで行けない。こちらは田舎なので皆、車で移動するが、マンション入居者さん、車を出せない、をは入れられない。管理会社だか不動産屋だかがすっ飛んできたけど、祖父は、通りたかったら通してやるから、わしを呼べと電話番号を渡して追い返した。ちなみに、祖父は、気が向いた時しか電話に出ない人なので、緊急の要件の時は、身内すら直接、じいちゃん、父さんと訪問するしかなかった。車の出し入れができないと、買い物や通勤に支障をきたす。入居者たちが祖父に言うも、駐車場借りればよかろうと無視。その頃、そのマンション近隣には、駐車場になるような土地は余ってなかった。あったのは祖父所有地のみ。そして、祖父は、絶対に駐車場にするつもりはない。一週間も経たないうちに、マンションを建てた会社のお偉いさんが、謝罪と要求に来た。なんとか、車の通行ができるだけの土地を売ってほしいと。祖父は、わしは、お前さんところの言うことは信用せんと決めた。だから土地は売らん。わしが死ぬまで諦めろ。わしが死んだら、息子たちの誰かが相続するから、息子たちに相談しろと追い返した。マンションの入居者たちの中でも、事情を知っている人は、祖父に事前に頼んで、祖父所有地に車を置いていた。そこからなら、マンションまで徒歩1から3分。なので、車の出し入れができなくて困っている人たちというのは、おじ夫婦が買うはずだった部屋を購入した夫婦と、配達に来る各宅配便屋さん。祖父は、田舎ならではのネットワークを駆使して、その夫婦が、この部屋は、土地の売り主さんとの契約が決まってましてと断った営業のお兄ちゃんの言葉を無視し、その上司にごねて、売買契約成立させた、と知っていたらしい。最終的に、祖父は、当時幼稚園だったうちの弟が父に言わされた、じいじ、おいたはもうダメ、ね。に負けかけたがなんとか踏ん張り、結局、
その夫婦が出て行かざるを得ない状況に追い込んだ。その後、私有地を解放。私有地につき、立ち入り禁止。丸三角マンション居住の方、御用の方は通行かと看板設置。そして、空いた部屋にはおじ夫婦をと言われたが、あんな奴らが住んだところに息子夫婦を住まわせられるかと断って、近くの土地に、おじ夫婦用の家を建てた。祖父の葬儀の際にこの話が出て、いや、確かに、口約束だけだった俺らもバカだが、マンションの周り全部親父の土地なのに、あんなことしたらどうなるかわからなかったのか、と父たちは疑問顔だった。確かに、マンション建てるなら、その敷地から、公道までの通用路を確保するもんじゃないのだろうか?と思っていたら、祖父の所有地近くは、当時、区画整理か何かで、土地の登記がかなり変更された時期だったらしい。役所に書類取りに行ったら、住所の番地が変わってた、と、ご近所さんたちが口々に言っていた時期なんで、もしかしたら、マンション側も把握しきれてなかったのかもしれない。建築中は、おじ夫婦が住めると思ってた祖父も、私有地通行はスルーしてたわけだし、結局死ぬまで、その会社に土地を売らなかったらしい。相続手続きの時、おばが気づくまで、丸三角マンションへの道の分だけでも売ってると思ってた。死ぬまで売らんといった明治男の意地なのかと呆れつつ感心してたら、その周りの土地を相続した弟が教えてくれた。じいちゃんは、丸三角マンションへの道、祖父が整備してはいたが、アスファルト舗装ではない、のとこに植えてある桃の木を切りたくなかったんだ。ばあちゃん、かなり早くに亡くなった、が植えた木だから、絶対切ってくれるなって約束した。だから、あの会社に怒ってたんだよ。桃の木を切ってくれって言われたから。車を置かせてた逆方向の土地なら、売ってやってもよかったんだって。元気だった頃の妻と眺めてた桃の木を切りたくない、という本音がこっぱずかしかったそうだ。うちの弟は、祖父には、マッソンで特別可愛がってたから、わしが死んでも切らんでくれ、なと言って相続させたんだと。です。じいじ、おいたはもうダメ、ね。なんで、こんなこと言わせたんだ?報告者。両親やおじおばたちが、マンション側から、お父様に何とか土地を売ってくださるように説得していただけませんか。もしくは、使用料を払わせていただくので、通行させてくださるように、と懇願されて、また、実際、宅配便や郵便屋さんが困っていたので、祖父が溺愛している弟の言うことなら聞いてくれるかも、と試したらしい。その時に、弟は、あそこは、死んだばあばが好きな桃があるからな、売らんのじゃと教えられたそうです。桃の木は、弟がちゃんと守っとります。切らなくても、トラック1台くらいは通れるし、さすがに、車が2台行き交えるようにすると、なると切らないとダメな位置なんですが、そこまでする必要はないし、